ということで今日はですね、別府さんに来ていただきましたけれども、お願いいたします。お願いします。あの別府さんに今回映画で、いろいろと T シャツやらレコードやら雑誌やらポストやら、お借りしましてですね、非常に映画としましてクオリティが上がったと各界から評判を得ておりますがありがとうございます。ほんで本当にたくさんのね、たくさんのものをお借りして本当にありがとうございました。ちょうどね、本当タイミングも良かったんですよね、あれ、うん、ちょうど山田さんからいろいろシャツとかポスターとかお貸しいただけないかって話いただいたときに、ちょうどライブハウスがコロナでなんかうまく稼働してない時で、でそこでなんか T シャツとかポスターとか、まあお客さんそんな入らなかったんだけど展示会みたいなことやったりとかして、それちょうど撤収してきた頃だったんで、ああそうなんですね、だったんでもう T シャツとかもポスターとかもニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタル関係のがもうほんとあの年代のが揃ってたんで、ああじゃあもうタイミングいいからもう喜んでお貸ししましょうっていう感じでしたね。 ありがとうございます。いい、最初あれ50枚ぐらい借りたんでしたっけ、確か。最初どうだ、最初ね、確かね、確かそうですね、送ってくれって言うんで、で途中からまた追加で30、40枚、50枚ぐらいですかね、また、お借りしまして、まあまた、いや、いろいろまた借りるだろうなって感じ。あ、思ってましたバレてましたバレてましたで、なんか調べてみたらもう、あれこんな T シャツ見たことないなっていうのばっかりで、で調べてみたらものすごい貴重なやつなんですよね、あれ。まあそうみたいですけど、でも貴重だからなんか買ってたりとかそういうんじゃなくて、なんかもうずっと T シャツとかもまあレコードと一緒で、まあお店行ってたりとか、まあネットで探したりとかして、まあ買うときはもうすごい、まあ当時のものもあります。当時って言ってもまあそうか、まあ、80年代だけど、あ、遠いで10年後くらいかな、それぐらいに買ってたりずっと持ってたりとか、あとバンドさんからもらったりとかっていうのもあったんで。でも全部で何枚ぐらいお持ちなんですか、家にってことですよ。家に、まああとパンクとかハードコアのシャツも含めてだと、数えてないけどどれぐらいだろう、3,000-4,000枚ぐらいあるんじゃないですか。3,000-4,000枚です。前一回ちょっと整理して、枚数ざっくり数えたときに、はい、まあそうですね、それぐらいありましたね。そうっすか。それは博物館にした方がいいんじゃないですか。いやーでもうちの人からするとね、はい、もう黒い T シャツの山だっていうんで、もうこれどうにかしろって言われますけどね。捨てられちゃうんじゃないの勝手に。いやー勝手に捨てられはしないけど、勝手に蹴られたりとかね。あ、勝手に蹴られちゃうんですか。わかんないけど、わかんないけど着てるっていうのありますね。へー、だから母親が買い物行って帰ってきた時に、はい、カーカスの T シャツ着てる。それ俺のシャツみたいな。いいな。そういうことありました。まあカーカスでもそんな柄がうわーってぐちゃーっとしたやつじゃなくて、はい、結構スタイリッシュなカーカスのシャツ着てて、どっかでこう見たシャツだよなと思って、あ、それ俺のだよ。そういうのもありましたね。なるほどなるほど。で、まあ、T シャツだけじゃなくてね、レコードとか、あとなんかチラシ、当時の、はい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 、丹下さんの部屋を再現するのにポスターをやっぱ貼りたかったんですよね、はい、だから、うん、チラシ的なものがない、ポスターがね、なかなかなくて、そうなんですよね、当時のポスターがなくて、まあチラシっていうか、あれ多分雑誌の切り抜きとかっていうのが当時の、それ海外のコレクターの人から、まあ、譲ってもらったりとか、あれね、何枚か確かね、エンジェルウィッチのメンバーの昔の彼女さんが、はい、もういい思い出だから、はい、もう思い出は思い出として取っときたいから、他のそういうものはあげるよっていうんでもらったっていうのもありますね。へー、すごいですね。こういう関係も広いですね。いや、こういう関係じゃなくて、たまたま なんだっけオークションか何かで、はい、エンジェルウィッチのレコードがなんか落札した時に話聞いたら、いや昔のメンバーの彼女さんで、で切り抜きだったかな、プライヤーとかも持ってるけども、私はもうこれはメンバーとのその付き合ってた人との彼はいい思い出だから、そういうチルはあげますよっていうんで、
なんかちょっといい、いい話ですよね。そうですね。ちょっと無理やりっぽいけど、いい話ですね。なるほど、なるほど。じゃあまあせっかくなんで、何個か紹介していきたいなと思うんですけど、はい、これはそもそも、モーターヘッドの。これはね、確かね、モーターヘッドの、ノーリモースって、ベスト版、はい、みたいなの出した時の、その時の多分ツアー記念シャツかなと思う。あのはず、はい、多分後ろ見ると、はい、ちょっといいですかね、はい、後ろ見るとそうですね、ノーリモースツアー、ああ本当だ、80年、うん、確かそう、ちょっと調べてないからあれですけど、多分ノーリモース入ってて、多分その時だったかなってシャツですね。これはどうやって入手したんですか？これはオークションですね。結構モーターヘッドのシャツって昔から高かったんですけど、はい、これはたまたま本当安い値段で出てて、多分ね、モーターヘッドじゃなくてね、この O が、なんていうんですかね、その商品名書くときに多分間違えてて、モーターヘッドになってたんですよ、その商品名が。だから検索に引っかからなかったみたいで、あ、なるほどなるほど、すっごい安く出てたんですよ。偶然。そうそうそう。で、それをたまたま見つけて、うん、これもしかしたら安い金額で落とせんじゃないかなと思って。へえ、そんなことあるんですね。うん、へえ。そう。出してる人が分かってないってことですよね、多分ね。分かってないか、本当ミスしちゃったか。で、それミスしたの気づいてなくて、商品、はいはいはい、終了時間まで分かんなくて、はいはいはい、多分そうじゃなかったかな。ほんと2,000〜3,000円、送料込めて2,000〜3,000円ぐらいじゃないですかね。あ、そうですか、うん、へえ、なるほど。多分これも結構だ、今だと結構な値段すると思うんですよ。モーターヘッドってすごい人気高いシャツ、ね、そうですよね、うん、はい、続きまして、これは山内が何回か着たやつですね。そうですね、結構映画でも目立ったかなって感じで、うん、そうですね。で、このシャツもちょっとね、袖カットオフしてやって、もうプリントももう年代うんうん、もう感じさせるものなんですけど、これは1981年に行われたヘビーメタルホロコーストっていうイベントのシャツで、はい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 、でこの時はオジー・オズボーン、はい、ブリザード・オブ・オズで、はいはいはい、取り務めて、でギターはランディ・ローズで、うん、裏見るとその時のイベント他に何が出たかって、ああ本当だ、うん、これ8月1981年の8月1日に行われたイベントで、うん、まあモーターヘッド、オジー、マホガニーラッシュ、ライオット、バーディス、トライアンフが出てで、でシャツ僕持ってるのこれ1種類だけなんですけど、はい、この時に結構他にもシャツ何種類だったっけな、出てて、まあ非合法のやつもあるんですけど、まあ、これはもちろんオフィシャルなんですけど、うんうん、この時は何回かシャツ出てますね。確かイベントとしてはこの日1日だけだったんですけどね、うん、表よりね、モーターヘッドとオジーが並んでるっていうね。そうそうそう、うん、もうこれはね、もうこの並びだけで買ったって、しかも十字架で。そうですよね、これも安かった、そんな高くはなかったかな、ね、コラボ感があるっていうかね。そう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 、うん、でしかも十字架にね、あのモーターヘッドのオーピックスが、そうですよね、突き刺さってるっていうね、うん、なかなかいいですよね、うん、これいいですね、うん、僕も好きな一枚です。はい、ということで続きましてはアクセプトですね、これ。はい、これはセンキュージャパン、まあ見ての通りもジャパンツアー85で、確かこれあれですよね、アクセプトの6枚目メタルハートがリリースした時のジャパンツアーのシャツ、初来日公演の時のシャツです。もうシンプルだけど、もうなんかもろアクセプトって感じ、もうバックプリントも何もないんですけども、フロントだけっていうね、シンプルで、これはかっこいいですよね。そうですね、うん、これ劇中だと朝倉がね、うん、朝倉プロデューサーが革ジャンの中にずっと着てるんですよね。そうそうそう、黒と白っていうのもね、いいですよね、うんうん、結構目立ってましたよね。そうですね、このシャツ結構映画の中でも、うん、ああインパクトあるなと思って見てました、うん、やっぱりね、ちょっと変わった映画なので、そのアウトレイジの何年のシーンを再現してます。でもその撮影が終わってるシーンは現代っ
ていうイメージじゃないですか、うん、だからその撮影をし、なんだろう、アウトレイジのこのシーンは何年とこの年代がずれないようなのは気を使ったつもりなんですよ、いろいろ。なるほどね。それで何年でしたっけとか、これ なんだっけみたいなちょこちょこ聞いてたんですけど、うん、だからまあなんていうんですかね、まあ裏設定というのがもしあるかどうかわかんないんですけど、うん、まあアクセプトこの時の公演ってすごい伝説的な公演だったんで、うん、まあそれ見てね、まあ朝倉さん役の人も、あ、まあ朝倉さんもすごい、だからそれ見て感動して、まあメタルにのめり込んでたんだよっていうのが、いいストーリーねそういうストーリーも匂わせてるのかなっていうのもね。続きましてはアイアンメイデンのこの ラグランですか、これ。そうですね、ラグランのシャツになりますね。デザインは表はフライトオブイカロスの10、ジャケット、はい、シングルのジャケットに使われたやつで、はい、肩にも、あ、本当ですね、肩にもエディがいる感じで、後ろはエディだらけだ、エディ、キラーズの時のエディですね。これなんかちょっと絵があれですね、なんか割とラフな絵ですね。そうですね、ラフな絵、うん、まあ実はまあ、あの非正規物のシャツ、あ、そうなんですね、パキメン、パキスタン製の、はい、綿使って、まあ生地もそんなに実は良くないっていう、会場で買えない人がこう結構外で作ってるような、パキスタン製の綿を使ったっていうシャツなんですよね。パキスタン製の綿、まあそういう古着屋業界だとなんかパキ綿って言って、そうなんですか、うん、へえ。でまあデザインによってはすごいそういう正規品じゃなくてもすごい高価なものもあるっていう、へえ、うん、まあこれ僕もすごいデザイン良かったんで、おって見た時に、うん、ここかっこいいなと思って、肩にもエディもいるし、そうですね、うん、エディいっぱいですね。そうですね、これあれですね、劇中ではね、ヒロインのそうカナコが来てました、うん、はい、まさかね、アイアンメイデンのこのシャツがね、アイドルに着てもらえるなんてね、もう想像してなかったですね。それ面白いなと思って、そういうのもそうですね、パキメンを着ることになるとはねそうあーとか思って、なるほど、うん、はい、続きまして、これは山内が着てたやつですかね。そうですね、うん、もうこのデザインのすごいインパクトですよね、このデザインインパクトで目立ったやつですね、うん、これは1983年、はい、イギリスで行われた有名なレディングロックフェスティバルのシャツで、うん、はい、でフロントにはこちら今指差してる方、こっちイアン・ギランで、うん、2日目2日目の鳥居をちょうどイアン・ギラン在籍してたブラック・サバスが鳥居を務めて、で右側が最終日の鳥居を務めたシンディジーのビル・ライノット、この2人が腕、多分握手じゃなくて多分これ腕相撲をしてるやつですね。腕相撲なんすかねこれ、多分腕相撲だ、握手だ、なんかこう なんだろう、この絵のクオリティがいいのか悪いのかちょっと微妙な感じのこの絵ですよね、そうすこれ、うん、そのね、ダサかっこいいっていうにはちょっとやっぱりダサいかなでもまあね、うん、確かこの時の新理事は、まあ、実質上この時がイギリス最終公演で、はい、でブラックサバス、ヤンギラン在籍してたブラックサバスも、うん、まあお披露目、イギリスでお披露目ライブだったんだけど、はい、確かイギリスはこの時のイベント出演が最後だったんじゃないかなってやつですね。裏見ると、まあ、そのイベント、はい、の詳細っていうかね、はい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 、出たバンド結構出てるんですよ、ね、おー、ほんとだ、1983年のレディングロックで、はい、8月の26、27、28日ですね、で、初日の26日のトリガー、ストラングラーズとかね、はい、ハノイロックス見てるとちょっとね、パンク寄りかなーっていうイメージを、そうですよね、なんか時代を感じますよね、この辺が一緒にやってるっていうかね、うんうん、2日目、3日目はもうメタルとか、2
2日目が一番メタル色濃いかな、うん、ナマズボーイズ出たり、あヘビーペッティも出てたりとかですね、結構ねやっぱ見るとあすごい時代っていうかね、このと、うん、この時代こういうバンドもなんかフェスに出てたんだっていうんで、うん、ありますね。そうですね、83年。はい、ということでですね、いろいろ紹介していただきましたが、いいえ合ってるかどうかわかんないですけどあ、そうなんすかでもよく覚えてますよね。いやだって俺途中で夜中に別府さんこれって何の T シャツですかって言ったら、うん、結構すぐ帰ってくるじゃないですか。ああまあまあなんとなく、なんとなくですよ、うん、正確なあれじゃないんで。だから表の写真送ってこれ何のやつですかねって、あそれなんとかなんとかのツアーって言って後ろ見たら、あ本当だみたいな、裏見てなかった俺みたいなそういうのあったんですか。いやもうほら自分の持ってるやつだったらなんとなく、3、4000枚もあるのになんとなくわかります。それは買った時とかもまだ覚えてますから。ああまあまあそうですよね。なるほど。でね、別府さんにはあの映画にも本編にもご出演エキストラでご出演いただきましてありがとうございます。いい楽しかったっす。あ、何のシーンでしたっけ。某あのパンテラの某パンテラの、ね、某パンテラギタリストが、はいはいはい、あの潰されるシーン、あーそうです、ね、の後ろにちょこっと映ってる感じで。アウトレイジはそもそもいつ頃からあれなんですか、関係があるんですかね。まあ名前は知ってたのはもう高校ぐらいの時には、名前だけはね、はい、知ってたんですよ。まあ高校ぐらいになるとちょうどメタルブームだったし、学校でバンドスラッシュメタル組んでたやつがいて、はい、まあ、そういうとこからアウトレイジとか他にもガスタンクとかっていう名前は知ってたんですけど、ライブを見に行くようになったのはちょうど大学入った頃ですかね。東京行くようになってからライブ見始めてすごいハマって、うん、だからちょうどあれかな、大学の時だからグレートブルーとファイナルデーの間ぐらいになるのかな、3、4枚目、うん、の頃に90年ぐらいですか、ね、うん、最初に見たのはどのライブか忘れたんですけど、もうそこからずっと多分その時からはほぼ関東圏は見に行ってるんじゃない。大学の時とかはもう本当関東圏は全部追っかけて回って、アウトレイジが水戸で昔ライブやった時に、はい、あのブラックマンのボーカルのとちろくんがなんかバイトしてて、うん、はい、その時も僕見に行ってるんですよね。すっごいもう狭いとこでもうぐっちゃぐちゃになって、はい、もうメンバーもお客さんもなんかドラムライザーの上に乗って、はいはいはい、っていうようなそういう時もう見てますね。関東圏って大体行ってるってことですね。当時行ってましたね。だから当時のマネージャーさんも顔を覚えてて、ね、あ関根さん、関根さん、はいはいはい、うん、っていう感じですね。で大学まあできなかったんですけど、大学でアウトレイジのライブイベントやろうっていう計画も一回したことあるんですよね。ポシャってあったんですけどね、うん、なるほど、はい、じゃあ実際に映画は見ていただけたんですかね。名古屋で、あプレミア上映会、そうそうそう、あの時見て、どうでしたか。あのね、最初やっぱりちょっとまあ、T シャツとか貸し出してたんで、はい、まあ、そっちに最初ちょっと目いっちゃう、あこのシーンで来てるのか、来てるのかみたいなところもあって、ね、まあ、あとはすごい情報量ある映画だなっていうのと、あとやっぱり山田さんのアウトレイジ愛が、はい、うん、すごい感じましたね。あそうですか、うん、例えばその役者さんが演じてるアウトレイジシーンだけじゃなく、うん、その何今の役者さんが演じてるその役柄での出来事と、結構アウトレイジが今までそうずっと歴史の中で、なんていうんだろうな、そう事件とかやっぱりいろいろあるじゃないですか、いろんな事柄が、それが結構こうダブってる感じで、そのなんていうんですかね、今のその役者さんがそのアウトレイジを演じてるっていうシーンにもなんかこうアウトレイジャー感じたつく、ああ面白いな、こういう仕掛けもあるんだなと思って、うん、なるほどね、うん、それは脚本家の腕ですねなるほどね、うんうん、まあまあまあでも脚本家の鳴子さんとして一緒に書いてもらって、うん、やっぱ上がってきたんだけど、やっぱりヘビーメタルを知ってる人じゃないので、うん、そのアウトレイジを知ってる人でもないので、あのディティールを直して直して直して
うん、結構やりましたね。それはやっぱり山田さん、ね、あ、まあまあまあそうですけど、うん、って言うとやっぱりそこはすごいアウトレ山田さんのアウトレイジャーにも反映されてるんだろうな。まあそうですね、うん、あんまりねその微妙なところでそんなことところこだわんなくていいんだけどみたいなことも結構そのリアルなことを盛り込んでたりとかはするんですよね、うんうん、じゃあそういうテーマもあるのかなと思って、すごいそれが面白かったかなっていう。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。じゃあまあこの映画がね、うん、やっぱりあの別府さんにも本当にご協力いただいたんで、やっぱりちょっとあの僕としてはあのまあいろいろなところで今言ってるんですけど、ロック映画だとかそのパンクの映画ですなんて過去のものがあったとしても、うん、あれってこんなの着てないよなみたいなのがあったりするじゃないですか、うん、でそういうの見てるとなんかストーリーが入ってこなくなっちゃって、うん、なんだよ嘘くせえなみたいな、それが嫌だったんでやっぱりちょっとなんかリアルなものを当時のものみたいなのを使いたくてご相談させていただいたという感じなんですけど、うん、多分あの映画見てもらった人も感じ取れると思うんですけど、うん、まあ実際ねあのメンバーが当時着てたシャツとは違うかもしれないんですけど、うんうんうん、やっぱり当時流通していたシャツを着ることによって、はい、当時の空気感っていうのはすごい出せてるのかなと思うんですよね。あの最近だとリプリントされた、うん、あの昔のねシャツをリプリントしたシャツとかもあるんですけど、はいはい、やっぱ当時のものってプリントもそうですし、うん、あの生地とか、うん、そういうのも全く違うと思うんですよね、はい、だからそれによってこう映像からも当時の空気感とか伝わってくると思うんで、そういったところも楽しんでくれるといいかなと思います。それに協力できたっていうのはすごい光栄なことです。好きなアウトレイジだし、ありがとうございました、はい、本当にいいよ。